ございます。ということで、前回ね、イズトアで新潟に行ってみたっていう動画ね出して、まあ無事に東京に帰ってこれたわけなんですけれども、今日仕事初日だったんですけど、もう初っ端からもうこんな雪で急遽撮りました。これも行きたいと思います。ちょっとね、あの吸盤のやつをこうガラスにつけようと思ったんですけど、あのガラスがこう湿ってて取れるんですよ、剥がれちゃうんで、ちょっと急遽雑な置き方で申し訳ないですけど、ちょっとシフトノブ映りません、今日は申し訳ない。こんばんは、即位しました。じゃあ行きましょう。いや見えない、あれハイエース行ってからにしようかな。もう急遽降られちゃったから、もう車とかもスタッドレス全然履いてなくて、もうこの車は履いてるんですけど、まあ言うてこんな車ですからね。パトカーもパトロールしてるということですね。ライトついてなかった、危ない。前が微妙か、位置が悪いね、申し訳ない。ちょっと空の映像わけわかんないけど、前回な新潟でこれやったら動かなくなりました。インカメで撮れてるかもわからん、もはや撮れてるかどうかもわからない。撮れてるか、大丈夫。スタッドレス履いてる人と履いてない人の差が出てくるよね、やっぱりね。すごい、もう後ろが詰まっちゃってもん、これで詰まっちゃうんだろうな。あー、ちょっと待って、この先行けないよな。チャレンジしてみたくなる。結構狭いんだろうな。眩しいね、Z あるあるだよね、これ絶対ハイビームだろ、これ絶対ハイビームだな、おのれ。 AZ はハイビームだろうがハイビームじゃなかろうが関係ないんだけどね、低いからさ、痛いんだよ、前目が。よくわかんないね、ハイビームなのかハイビームじゃないのか。難所があるんですよ、すごい下り坂なんですよ。そこでもう止まっちゃったらもうぶっつんの可能性が高いな。これ結構寄ってるぜこれ。いやいや、もっといい、いけるでしょ。いいよいいよ、もう一度行かせてあげるよ。俺は普段は行かさないけどね。おお、このカーブ面白い。おお。わあ、親子かわいそう。こんなところで。これ明日大変だぜ。マジで。絶
しないで、これもこのまま凍るから明日の。このこういう道は危険だよね、やっぱね。田舎にはあんまり、まあ、ないとは言わないけど。あーほら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 、それで止まっちゃうとさ、俺ごっつんこしちゃうよ。これちょっと車間距離開けさせてもらうと、後ろには申し訳ないけど、後ろからしたら早くギアと思うかもしれないけど、ちょっとそこはもう多めに見ていただけるとありがたい。お、なんかすごい道もできてるね。あーきついな、ウェイ、ガードレール、ここそう道が広くなったんだよね。あ、なんか事故ってね。事故ってね。やばいね、上り坂でさ止まっちゃうと登れなくなるんだよな。多分 AZ ターンは無理だね、逆だったら。これ反対側でこんな上り坂のところで止まったらもうブーンってなっちゃう。なんかあったのかな。トラックのバック音が聞こえるから早く行けよって話なんじゃないの。わかんないけど。おー、なんかレクサスが果敢に突っ込んできた。おー、四駆は違うね。四駆なのかな。したところがね、ガリガリ当たるんだ下に。かねえなー。チャリンコね、すっ飛ばした方が意外にこけないんだよね。あの次の日の交代にはね。よくチャリンコ乗れるよな。俺もう無理だわ。それどっち行くの。体感に出ちゃえば結構雪出んじゃないの。わかんないけど、おうおうおう、どうしたらいいのかな。まさかあずくん2回目雪浴びすることになるとは思わなかったなんか片言仕事休みだったらいいな。さすがに車いないんだ。そんないるじゃん。こういう時こそ入れてくれるんだよ。全然入れてくんないわ。全然前しか見てないし、中の子供がすげえ頑張ってた。わりかし雪少ないわ。生で突っ飛ばすと事故るからね。
黄色信号で行くっていうね。ちょっと遅れるか、なんか言われそうで嫌だ。千葉県はやばかった、本当に。
後ろからみんな車が来るぞ。こういうとこで突っ込むんじゃないの、意外に。近くなってきたんで、この辺で終わりにしたいと思います。すいません、なんかグダグダになっちゃって、今回はのほほんとドライブをしてみたという動画でございました。ドライブじゃないよ、家、会社から帰ってきたんだよ。明日も会社があるんだけど、休んでもいいって言われたけど、マジか、休んでもいいって言われたけど多分行きます。じゃあすいません、ここまで見てくれた方